ゃれな雰囲気になっております。でこちらこの入るような感じの広さになってました。あんまり使ってない、かぶせてあげて。どうもスキャネル大地です。早速ですが今回ご紹介したい商品はこちら、じゃん、これです。ゆとりチェアでございます。 DOD のギアを愛してるっていうのは皆さんご存知かもしれませんが、こちら椅子、新しくゆとりチェアを購入いたしました。 DOD のチェア有名なのでいけばすごい椅子だったり、あのやばい椅子とかが最近はすごく人気なんですけれども、やっと僕は答えを導き出しました。ゆとりチェアでございます。はい、以前すごい椅子とかあのローローバーチェアをこちらご紹介したんですけれども、すごい椅子はこうなんかやっぱりこう股のところが疲れてくるっていうか、なんかちょっと幅がないなって思って、包まれてすごくあの座り心地は良かったんですけれども、しかもちょっと組み立てるのが最近めんどくさいなと思ってて、あのローローバーチェアを購入したんですけれども、あと色もローローバーチェア、なんか雰囲気もかっこよくて気に入ってたんですけれども、ローローバーチェアは、まあ、背中のところにちょっとなんか当たったりとかで、あとはこの幅が少し狭かったりとかしてですね、なんかもうちょっといい椅子ないかなって思ってたんですよ。思い切ってこのゆとりチェアを購入いたしました。簡単にメリットをパッとご紹介すると、まあ、幅が広いで、ふかふかしている、で設営が楽っていうところがメリットかと思います。まあ、デメリットとしては、まあ、ちょっと重いですね。重いっていうのと、まあ、ちょっと幅を取るっていうところですね。まあ、あと焚き火の近くだったらこれポリエステルなので、まあ、穴開いちゃうっていうところぐらいですかね。まあ、でも大体の椅子がそうだと思うので、まあ、そこはあんまりデメリットとは思ってないんですけれども、そのデメリットを差し引いても全然いい椅子だと僕は思っております。でこのゆとりチェアは色がですね2色展開になっておりまして、こちら私が使っている黒と、あともう一つは単色、単カラーですね。カーキ色はないです。黒と単だけになります。ゆとりチェアのことをですね、この椅子を見ながら解説をしていきたいと思います。じゃあ早速スペックの方からご紹介したいと思います。スペックにつきましては、こちら横幅が73センチとかなり広くなっております。でこの椅子の上であぐらがかけるぐらい広いです。で高さは82センチで、背もたれもこんな風にしっかりしてまして、ゆっくりですね座ることができます。重さは 5.3 キロといって、あの椅子にしては重いです。普通に重たいです。テントと同じぐらいあるからですね。でこちら手すりなんですけれども、こちらウッド調でですね、すごくおしゃれな雰囲気になっております。でこちらこの右側の方の手すりの方はですね、こんな感じでこのドリンクホルダーがあって、ここに350の缶だったらこんな感じの大きさになってて、ホーローコロリマグがぴったし入るような感じの広さになってました。あんまり使うことはないですけれども、まあ、あれば便利かなというところですね。で横から見るとこんな感じになっております。はい、高さは調整できないのと、あとはこのリクライニングを倒すことはできないです。背中はポッケがないですね。あの収納するところはないです。これは収納した時に持てるっていう取っ手になります。そしてまあここ多分 DOD さんのこだわりなんでしょうけれども、じゃん、汚くてすいません。こちら見えますかね、足がハートになってるんですよ。ちょっと逆で分かりづらいかもしれませんが、ハート型になってるんですよ。ですごく頑丈でグラグラしたりもしないので、座り心地は抜群にいいです。で今このクッション、丸洗いできるクッションなんですけれども、こちらをつけてるんですけれども、実はこれこんな感じで紐がついてまして、ピッて外してあげて、反対も一緒ですね、こちらも外してあげて、外してあげるとこんな感じで取ることができます。でこのままこれは丸洗いできるという優れものでございます。で DOD のワンポイントクッションにもついてるんですけれども、外したこのメッシュタイプになった時にもワンポイントついてるので、こういうところ可愛いですよね。結構張りがあって座りやすいんですけれどもですね、冬はちょっと風が通って寒いかなと思うので、夏ですね、夏とかはこのメッシュタイプの感じで
風がよく通るから涼しく使えるんじゃないかなというところで、ということはですよ、オールシーズン使える椅子なんです。座り心地も良くてですね、オールシーズン使えてやっと椅子の正解を導き出したっていう感じですね。重さが 5.3 キロぐらいあるので、収納した時のサイズがこんな感じで、まあだいぶ大きいんですよね。大きいし重いんですよ。なのでバックパッカーとか車でキャンプに行かない人とかは、これを持っていくのはまず無理だと思います、っていうぐらい大きくてちょっと重たい椅子になっています。キャンプってやっぱり何回も言っちゃってるかもしれないんですけれども、やっぱ座ってる時間ってかなり長いと思うので、やっぱりチェアは気合を入れたいっていうのがあって、こちらを購入させていただきました。ご覧の通りこんな感じであぐらをかいて座れたりとかもするので、かなりゆとりがあるんですよね。本当に楽で、この股のところとか可動域をですね、制限されることもないので、すごく座りやすい仕様になっております。これともう一つサイズが大きい親子チェアっていうのもあるんですけども、これはまたさらに広くして、かなりゆとりの、スーパーゆとりのある椅子になっております。こちらがプラス 2,3 千円ぐらいですねの料金であるんですけれども、大きくなる分収納も大きくなるし、重さも重たくなるんですけれども、一人で座る分には全然これで僕はいいかなと思っております。親子チェアぐらい大きい場合はですね、グッドラックソファーつって、ソファータイプのやつですね、ああいうのを買ってもいいのかなって思いますので、僕はこの本当に椅子を迷ってすごい椅子でしばらく落ち着いてたんですけれども、ロールオーバーチェアに行き、最終的に行き着いた形が、正解が僕の中の正解ではこの椅子でした。逆にロールオーバーチェアにできてこれにできないことがないので、強いて言うなら重いぐらいなんで、座り心地も全然違いますし、すごくおすすめの椅子だと思います。取り付けも簡単なので、かぶせてあげて、足のところもこんな風にかぶせて、で今ロールオーバーチェアに座りながら、このジミニーテーブル M を使ってるんですけれども、高さもちょうどいいぐらいですね。膝より少し高いかなぐらいで、調理するのにもしやすくて、すごく高さ的にはちょうどいいですね。こんな感じで高さもちょうどいいような感じになっております。今の自分のギアとですね、すごくマッチしている椅子にもなっております。はい、じゃあ以上ゆとりチェアのご紹介でした。多分短いとは思うんですけれども、もしゆっくりしたチェアをですね、お探しの方がいれば、このゆとりチェアすごく僕はおすすめだと思います。しかも DOD なので可愛いです。ワンポイントも入ってるからですね。この動画が椅子探しの皆さんの一助になれば幸いだと思っております。私のチャンネルではこういった DOD のギアを使ったりですね、鹿児島中でいろんなキャンプをしております。実際にこのゆとりチェアを使ったキャンプもしておりますので、そちらも見に来てくれると嬉しいです。よろしければまたチャンネル登録、高評価もしてもらえるととても嬉しいです。はい、最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた次の動画でお会いしましょう。